今回はですね、祝レッドホットチリペッパーズの来日記念としてジョン・フルシャンテさんの2022年アンリミテッドラブツアーで使ったペダルボードの再現をさまざまな方のご協力によってできることになりました。この場を借りて感謝をいたします。皆さんのね、サウンドメイクに少しでも参考になればと思いますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは、行ってみましょう。どうぞ。はい、接続順についてはこの番号順につないでいます。チューナーはジョンのサブボードのように一番最初につないでいます。ダイナコンプはジョンのツアーの前に用意されたリハーサル用ボードではノイズサプレッサーの次につないでいるように見えましたが、この再現では歪みの後ろ12番につないでいます。ノブの設定についてはジョンがライブで使用している設定に近づけていますが、これらは私の推測であり、ジョン本人と接続順やノブの設定は異なる場合があると思います。アンプはジョンがライブで使用しているシルバージュビリーとメジャーを使用して録音しました。設定はこんな感じです。マイクは手話の SM57 で録音しています。まずは何もエフェクトがかかっていない弱いピッキングの音。次に浅い残響を得るためにルーム設定をした MXR のリバーブを常時オンにして、さまざまなペダルを試していきます。もう一つのリバーブペダルをオンにします。設定は残響の深いプレートになります。ダイナコンプはピッキングの強弱を平均化したいときに使っているようで、強いピッキングは圧縮され、弱いピッキングは持ち上げられます。
マイクロアンプは少し弦を上げたいときに使います。音色に鋭さ、低域も増えます。カスタムテレキャスターでも試してみました。次は SD1 や DS2、 そしてバリアックファズ、ビッグマフをオンにして単体使用、同時使用してサウンドチェックをしていきたいと思います。ここで高段につないだダイナコンプをオンにして、バリアックファズを圧縮した音色を試していきたいと思います。続きまして、ビッグマフのサウンドチェックです。
ート1をご覧いただきありがとうございました。パート2は WH10V3 から最後につながれた CE1 までのサウンドチェックになります。またパート3はジョンが以前使用していたリハーサル用のサブボードの再現ビデオになります。よろしければご覧いただければ幸いです。ありがとうございました。